6月のチャレンジクエストはこちら超高難易度なんかでも出てきたこちらのサメですねアンガルガなんていう名前まであったんですねただのシャチではないですよ僕のやり方だとこれが一番安定してましたねネネチを連れていきましょういきましょういざ出陣よよろしくお願いします のゲージを下げてくる。あと、ステータスアップ効果の解除。これはあんまり関係ないですね。あと、これは何でしょうか？各種防御をアップしてくるっていう。なんか変わった行動をしていきますね。では、物理防御を下げていきますよ。苦しまないように一気に仕めるよ。回収1色ね。私だって頑張れるから。で、衝撃は耐えられます。これ一応里の施設なんか全て設置しておいてくださいね。では、物理防御ですね。 クラススキルの方も使っていきましょうでここでねんちに変えちゃいましょう割り込めないですもんねでは専用武器のスキルを使っちゃいましょうこれが結構万能なんですねよしクイック起動できるんですねでは変えちゃいますよあ割り込めますねこっちかけちゃいましょう ちゃいましょうね、うん、割り込めますねこういうことですねよ,よしこれ入らないかよし回復入れときましょうでこれちょうど乗るぐらいですね OK ですねでは乗せてみましょうそうだな味方単体の物理攻撃が一定ターン特大アップですね ネチいきましょう,うさあこれでいけるかどうかやってみましょう結構間合いが短いんでねてな感じですプラス自身の攻撃をアップするもんですねこれが結構こうってうまいこと作用していますねてな感じで僕はこんな感じでクリアしてますよ くるみちゃんってギリギリ枯れないなんて人はこういう感じで買ってみるといいかもしれないですね。